私は岡本本と言いままます。1936年に日本の京都で生まれました。そして京都大学を卒業してからしばらく三井物産という日本で一番大きな貿易商社輸出輸入を専門として世界にいろいろな視点を持っている会社ですがそこでいくらかビジネスの体験をしました。 私は日本の近代の歴史、政治、経済、外交、そういった問題に興味があったので、えー、やがて会社を去りまして大学の教師になって今日に至っておりますインドには1970年代の半ばに初めて、えー、1年間1年間滞在することに なりましたインドはあその時はあ経済もあ,あまりうまくいかなくって日本と比べると大きな違いがありましたけれども私はこの国には潜在的な能力があるそれはまだ発揮されていないけれどもインドはやがて大きな発展を遂げるであろう いう感触を得ましてそれ以後毎年、えー、友人その他を連れてインドの訪問も欠かさず重ねて今日に至っております。今回は、えー、5人ばかりのグループインドに特に関心のあるグループを連れてまいりまして。 この一週間ぐらいあの東北のインパールに滞在をして日本が1944年で、えー、発動したインパール作戦現地ではジャパンウォー と考えておりますそれはインドの独立にも間接的に実は関わっているしインドの独立がアジアの独立に決定的な大きな役割を果たしたというふうに考えておりまして大きな歴史的流れを踏まえながらあーこれからもこのインドの歴史の研究 それをやりりたいと思っておりますさて今日は、えー、中国が、えー、この日本に対してどういう関係を持ってきたか第二次世界大戦以後のお話をしたいと思うんでありますが、えー、中国はご存じの通り戦後、えー、中国共産党政権が天下を握るようになりました。 それからしばらくは彼らは西側世界に対しては国を開かなかった正式の国交を持たなかったんでありますけれども1970年代に入ってアメリカが動き出し,ましたえー、この中国に対して特別の施設を送りまして正式に国交を開きたいそれはアメリカが ベトナム戦争で手を焼きまして、えー、こそこで勝利を売ることが難しくなったアメリカの国内では反戦運動があ非常に盛んになって、えー、アメリカの政権を脅かしていたんでなんとかベトナム北ベトナムの背後にあるソ連と中国の中で中国と国交を結んで ソ連を孤立させたいとそして、えー、ベトナムから名誉の撤退を遂げたいというのがアメリカの計らいでありました、えー、それを見て日本が動き出しまして同じ七十二年にアメリカよりも先に中国と正式の国交を結んだんでありますそれ以後、まあ、いろんなことがありましたけれども えー、今日に至るまで、えー、中国は国内の政治状況によって日本とは仲が良くなったり悪くなったりそういう変化を遂げながら今日に至っております。そこで今日は一つ現代ただいま、えー、中国の最高権力者である習近平が 日本に対してどのような対応をしているかということについてお話をしたいと思います。最初に私が申し上げたいのは実は昨年の6月に私は私のこの友人愛媛大学で教員をやっておる友人とともに えー、朝鮮はですね、えー、朝鮮族自治州というのがこの少数民族の自治区というのが、えー、中国には50以上ありますがなぜそういうものがあるかというと例えば言語。 おー共産党中国は北京語語を国語とし,まし,たしかし少数民族は違った言語を話し違った伝統を持ってきたんですね。それはある程度許可をしないと彼らの不満が高まる。朝鮮族自治区というのは朝鮮語で小学校時代に朝鮮語を教えてよろしい。 えー、そして朝鮮の歴史についても、えー、学校で教えてよろしいその他の少数民族いずれもそういう対応をしたんですね。えー、そこへ、あのー、そこの教授が実は日本の大学に留学に来て、えー、博士号を取って帰ったんであります。で彼らが、えー、時々我々我に来ててほししいとそして自分の今 勤めている大学で、大,大学では、えー、この日本語を学ぶもの日本事情を研究するものが非常に多いので、そこで講義もしてほしいという依頼がありました。そして我々はそれを受けて、えー、これまですでに2回行っておるんでありますが、前回は、えー、この 学生相手の抗議として、えー、何がいいか私は日本人だから日中関係の話はどうかって言えば彼らはいやいやそれはちょっとあの問題があるのでつまり日中関係の話をすると当然、えー、私は日本の側からこの話をいたします。そうすると学生が ああこの学校で習ってきた中国の歴史、近代史、えー、日中関係と異なるところが出てくるそれは避けていただきたいという,う要望なんですね。まあ中国の事情は外国人が来て外国の事情をこれ話すそれによって中国人が教科書で学ったことが ああこのにも何か問題があると思われることを避けたいとそういう考えがあると思いまして講義、えー、は近代にの日中関係史は避けまして日本の近代化があいつから始まったか普通外国のこの歴史は明治維新というものがあって。 それ以降が日本の近代であると言っているんでありますけれども実は日本の近代化はその前の2百数十年続いた鎖国時代これは政治が非常に安定しておりましたけれどもその時に学問、えー、日本人の教育レベルが非常に上がった、ね、一般の庶民まで塾に通って 勉強をするとということが広がったそういうものがあったから日本の近代化がかつての先進国ではある中国やさらにインドという我々が多くを学んだ先進国よりも早く近代化に成功したんだと、まあ、そんなこの話です、ね、をしたんであります。 で今回はあこの同じような、まあ、依頼を受けたどういう何を話をしようか前回と同じではいかんだろうと思って、えー、今回はアメリカの占領政策で日本がいかに変えられたかこれはどうかとこれは中国に関係がないんですよね。アメリカと日本のこの第二次世界大戦後。 のお話でありりままますからそれをしてまいりましたさて、えー、その講義の代わりに我々は中国人学生に対するあの彼らが日本をどのように思っているか考えているか受け止めているかそれについてのこの調査学生の意識調査を,をやることにしました。 えー、あちらの日本語の先生の全面的な協力を得てその結果を持って帰って、えー、日本人にも今中国の延辺大学の学生は日本についてはこういう考えをしているということを知らせることによってさらに将来日中の総合理解が深まると。 いうことを狙ったんでありますけれどもさて出発の前日になってその担当者がその学生の調査の結果を持ってきて実は青い顔をして私にこう告げました。先生実は大学にいる共産党の幹部がこの調査の中で外に日本などに漏らしてはいけない いい項目があるだからこれは外へ持ってかあー出してはいけないこういうことを言いましたで私たち驚いてはそれでは、ね、前回やったのと同じ質問項目であるのになぜ今回はダメなのか直接共産党の,その幹部に会って話をしたい言いましたら彼はいやその後まあ,あいいカンカンガクガクのこの議論討論になって。 ですねえー、いろんなややこしい問題が出てくるんで先生それはやめてください。その代わり私はまあ努力をしてできるだけ今回発表してはならないという項目を少なくいたしますのであとは私にお任せをください私は彼をあまり困らせてはいかんので、えー、それで納得して日本に引き上げてきた。 数ヶ月経ってようやくその結果が私どもに送られてきたという状態なんでありますけれどもでその結果を私は日本人にもこれからこの雑誌新聞などで発表して、えー、中国の学生少なくとも満州 えー、朝鮮族自治区にいる学生たちは日本をこのように考えているということを伝えたいと思っておるんであります、えー、と,ともかくこの経過でわかったことは前回と同じ質問にしているのにいくつかの項目でそれを外に発表してはいけないということつまり 習近平政権の下で内部統制が非常に厳しくなっている前回よりもはるかに厳しくなっていて前回問題のなかった質問にクレームがついたということなんですよね。そこでこの習近平が総統になって以来この56年45年でありますけれども。 彼がどういう対日政策を展開してきたか彼が日本に対してやったことをちょっと振り返ってみたいと思います。えー、まずこの、うん、2013年でありますけれども日本ではこれを平成25年と呼んでおりますが、えー、実は日本と中国の間には日本と中国の間には えー、領土問題が一つあるんですね東シナ海に尖閣列島という島々があります。これは日本は沖縄の一部であると長年考えてきたんでありますけれども中国はこれは中国の領土である。 いうふうに主張しておりましてこの尖閣をめぐる領土問題が日中の間にはあるんですね。うん、でこの尖閣におきまして実はあ中国は駆逐艦、えー、その他のこの軍艦を送りまして えー、この尖閣の近くにいた日本の自衛官に対して軍事的挑発を行いました、えー、どういう挑発かというと自衛官に対して中国の駆逐艦がレーダーを発射したんですね。レーダーを発射するってことは今の世界で何を意味するかと言いますと戦闘態勢に入った。 たちにお前を攻撃する余地があるということなんです。それに対して日本の護衛艦がもしですね、同じ対応をしたらこれ戦闘開始になります。日中は戦争に入ることになる。それを日本側はよく知っておるので、えー、この反撃すれば武力衝突になる。それはやめたいということで、その一部市場を市,市場ですね。 えー、これを日本は記録に取りまして、ねえー、その武力衝突を避けたそれをしないと中国は責任は全ての責任は日本にあるね。 えー、ということを世界にま宣伝する同じようなことを過去にいく,いくつもそういうことをやっておるわけであります。まあ、日本の自衛官庁はそれを知っておるので冷静に対処しその代わりにそのーレーダー発射以降の事件の全容を記録してこれを日本だけではなく世界に向けて公表したんであります。 でその結果として国際社会それを知った国際社会が中国に対して非常に警戒心を持つようになる、えー、習近平政権は東シナ海どんどんとお自分の領海を広げようとしているというそういうふうな警戒心が強まってきたですね。さてこの昨年の末、えー、その後ですね えー、同じ年2013年に日本の首相安倍首相が靖国神社を参拝いたしました靖国神社というのはご存知の方もあろうと思いますけれどもこれは日本の近代、えー、いろいろ戦争を経験をしてきましたけれどもそこで戦死した兵士たち ね、それをお祭りする神社であります日本には大きな宗教として伝統的な神道の神社とそれから中国朝鮮を経てやってきた仏教これが日本の二大宗教でありますが戦死者は、えー、日本の神社に 特に東京に靖国神社という国営の神社をつくってそこにすべてお祭りをするということになっていたんですね。で戦後にも歴代の日本の首相がそこにお参りをしております。安倍首相がこの靖国神社に参拝をいたしましたその時に中国はこれを問題視して反対の大キャンペーンを 世界どこだったんですねどういうことをやったか具体的なを一つ挙げますと中国も全世界にをを派遣をしておりますその大使が現地の主要新聞これ金も出しましてね中国のこの意見この経過を,を載せまして今やこの中国には中国はや平和を志向しているのに日本には、えー、この軍国主義が 復活しつつあるのだこの日本に対して我々は警戒をもっと強めなければならないという大キャンペーンを展開をするそういうことがありました。さて翌年2014年には、ねえー、南京事件これもあまり中国以外では知られてないと思うんでありますが日本と中国が戦前戦争状態に入っていた時にですね えー、中国の首都は南京そこを日本が攻略した時に、えー、日本がず分多くの,あの兵士だけではなく市民をも殺したその数30万と宣伝しているんですね南京の人口は総人口でも20万程度でありましたからこ,この30万という数は,数は明らかに中国的な古代 え宣伝なんでありますけれども、えー、とまあこの結局日本がこの南京を占領した、えー、この日をこの,国家追悼日、えー、この南京事件によって日本軍に殺された兵士や市民たちで、ね、これを追悼する日にしようってうんでわざわざ国家追悼追悼日をこの制定をしております。 でこのわ,わざわざここではこの大きな、えー、博物館を作っておりましてねこれは南京都殺記念館と呼んでおります南京において日本人がいかにこの兵士やあこの市民たちを屠殺したかの殺というのは。 えーまあ、日本語では普通は虐、まあ、殺と呼ぶ言葉なんですが、えー、動物を殺す時の言葉なんですね豚や牛を殺すことを中国では屠殺と言いますともかく動物のようにここで日本軍が中国人を殺していたったということなんですが。 私は普通の日本人はここへ行かないんですけれども私はまあ興味を持ってねそうすると毎回そこの展示物が新しいものが追加追加されましてねで最近では中国がこの愛国主義教育っていうのを全面的にえ小学校やその前の幼稚園から展開をしておるんです。 もっと中国国人に愛国心を植え付けようそのために日本から見ると歪んだこの歴史教育などもいろいろやっておるんでありますけれどもこの愛国心教育の基地っていうのが全国に100以上作られておりましてこの南京事件のこのな彼らの言う南京屠殺記念館というのは 愛国主義教育の最大の基地になっておりまして、えー、小学生なども必ずここはああこの訪れるということになっております。私がそこを見て、えー、外へ出た時に、まあ私はいつも中国語はあまりできませんので。 えー、日本に留学しておった中国人をガイドにして通訳にしてずっと中国旅行をするんでありますけれども、えー、その時この彼がこう言いました「あ先生南京記念館は終わりました」えー「最近実はナチスのユダヤ虐殺記念館というのが新しく追加されて外にできましたそれを見ますか」えー つまりこれは何を意味するかということはこれは日本がな中国と戦った時に犯した戦争犯罪はナチスがユダヤ教徒に対してやった犯罪虐殺と同じだということを世界に広めた中国人だけではなくてそういうこの意図を持ってやっているなということをまあ感じたもんですから。 あまあそこには入らなかったんでありますが。